小川監督はじめコーチ選手の皆様はマウンド前にお集まりいただいております。どうぞ皆様きれいに横一列にご整列をお願い申し上げます。東京ヤクルトスワローズは今日のゲームをもちまして2011年神宮球場でのレギュラーシーズン全日程を終了いたしました。しかし今年のスワローズはまだ終わっていません。29日から行われますクライマックスシリーズ、まずファーストステージジャイアンツを、そしてファイナルステージドラゴンズを倒し日本シリーズへと向かう大舞台でこの神宮球場に帰ってきます。この1年間皆様の熱烈なご声援に対し小川淳二監督からメッセージがございます。それでは小川監督どうぞマイクの前にお進みいただきたいと思います。代表しまして一言ご挨拶申し上げます。今シーズンは最後の最後まで熱いご声援をいただき本当にありがとうございました。開幕から144試合選手たちは気持ちを一つにし最後まで全力で戦い抜きました。残念ながら優勝へはあと一歩届きませんでしたが、日本シリーズでの優勝、そして日本一という可能性はまだ残っています。29日から始まるクライマックスシリーズにおいて巨人そして中日を倒して日本シリーズをこの舞台神宮球場で再び行えるように明日からしっかり準備して頑張ります。クライマックスシリーズでもペナントレース同様熱いご声援よろしくお願いいたします。今シーズンを振り返りまして小川監督の熱きメッセージでございました。それでは今一度ベンチの方へ皆様お戻りくださいますようよろしくお願い申し上げます。